まずは知る人ぞ知るホテルのランチビュッフェ。ANA ホリデーイン札幌すすきのの2階にあるオールデイダイニングベルデです。店内美味しそうなものがずらーっと並んでます。春巻きにグラタン、そしてこういった和風のお料理まで様々なものが並んでるのがザ・ビュッフェですよね。料理は常に60種類以上あります。ということで気になるものを思いのままに持ってきちゃいました。料理長も全部美味しそうですね。ありがとうございます。しかも開店してすぐにお客さんたくさん来ましたけど、ここのビュッフェはどういったビュッフェなんでしょうか？観光やビジネスのお客さんもいらっしゃるので、できるだけ道産食材を使うということと旬の食材を使うということを心がけてメニューを構成しております。いやもう本当どれも美味しそうでたくさん取ってきちゃったんですけども、この中でも特に人気なものってありますか？道産かぼちゃのトマトグラタン。こちら北海道産のかぼちゃに一度火を入れてトマトソース、チーズを加えてオーブンで焼き上げる一手間かけた一品です。いただきます。すごい、かぼちゃが大きい。おいしい。もうかぼちゃがホクホクですね。かぼちゃの甘さとトマトの酸味、この相性が抜群。これは贅沢、もうホテルの味ですね。ありがとうございます。さらにご飯はカツオだしの中に道産ホタテを入れて煮たカツオとホタテのダブルだしで炊いた炊き込みご飯。あ、すごい、いい香りする。うわ、おいしい。お出汁の香りがすごくいいです。味付け自体はすごく優しい味わいなんですけども、しっかり味がついてる。そしてホタテもまたこれがふわふわでプリプリなんですよね。ビュッフェってことで何杯でもパクパク食べられちゃいますよ。すっごく美味しい。道産食材を使ったメニューはまだまだあります。こちらがですね、4月の新メニューなんですけれども、北海道の夢の大地というポークをローストさせていただいて和風のトリュフソースで仕上げさせていただいております。道産のポークにトリュフソース。おいしい。お肉すごくおいしい。噛めば噛むほどこの豚肉のうまみがふわっと広がってすごく食べ応えありますよ。トリュフソースもすっごくお上品な味わいで、このお肉の旨味をより引き立ててますよね。ありがとうございます。ビュッフェの常連さんにお話を聞いてみました。味も好きだし値段も安いし何回も来てますね。お肉のやつも美味しかったです。味もすごく良かったですね。おかわりしてさっき食べてました。美味しくて安くていっぱいあるの。それで来てるんだよ。私は毎月1回は必ず来るようにして、今月は2回あのホタテのこちらの方美味しいです。常連さんが美味しいと言っていたのが、注文が入ってから仕上げるライブキッチンの道産ホタテのポワレ。こちらは日替わりで一人一皿の贅沢なお料理なんです。さてこちらのビュッフェおいくらだと思いますか？お値段はいくらぐらいなんでしょうか？こちら税込み1980円となっております。2000円切るんですか？まあ、できるだけあのリピーターの方も来ていただければと思っているので、この値段でいかせていただいております。本当にいろんな人に来ていただきたいですよね。はい、ぜひあのお越しになっていただきたいと思います。ベルデのランチビュッフェは予約することもできますので、ぜひホームページでご確認ください。コスパ最強ビュッフェ、続いてはとにかくスイーツ。場所はテレビ塔のすぐ近く、ルトロワの2階にあるたくさんスイーツがあることで有名なビュッフェアリス。ルトロワの中にあるアリスにやってきました。店内入ってみますと、ウサギやトランプ、猫や時計といったアリスのモチーフがたくさんありますよ。そして下のショーケース見てみますと、可愛らしいスイーツがたくさん並んでます。
いや、絵本の中の世界に来たみたいですごいワクワクしますよね。テーマパークのような雰囲気の中、まず楽しみたいのが30種類を超えるケーキなどのスイーツ。お客さんの中には全種類制覇しちゃう方も大勢いるとか。今日はその中でも人気ベスト3を紹介します。第3位は見た目も可愛いトランプマフィンです。こちらのマフィン、上にハートのクッキーが乗ってるんですよ。他にもスペードやクローバーなどトランプのマークをあしらったものが乗ってるんですね。生地ふわふわ、優しいふわっとした甘さなんですよね。食べに来ていた10代女子の感想は？しっかりしててすごい美味しいし、生クリームめちゃくちゃ合います。目の茎もすごいサクサクしてて美味しいです。3位はパクパク食べられちゃうトランプマフィンでした。続いて第2位は、見ただけで美味しいとわかるビジュアル、ケーキの王道ガトーショコラ。うわ、もうフォーク入れた瞬間からふわふわしっとりしてますよ。いただきます。うわ、甘い。生地がしっとり、むしろちょっと生な感じがしてすごく濃厚。このガトーショコラを食リポしてくれたのは、ガトーショコラ初体験の10代女子。一口目、甘いです。めっちゃ甘くてなんかふわふわしててめっちゃ美味しいです。一瞬で虜になっちゃう美味しさ、ガトーショコラが2位でした。いよいよ第1位の発表です。これを食べに来るというファンも多いチェシャ猫のケーキです。不思議の国のアリスに出てくるチェシャ猫ですよね。この紫と薄ピンクのボーダーに、このニヤッと笑ったような口、そしてこの尻尾、いやーこれは可愛い。いただきます。もったいない。ピンクと紫のところがベリーの味のクリームになってます。そして中に入ってる白いクリームが生クリーム。いやーこれはもうクリーム爆弾止まらないです。これは行ったら絶対食べて写真も撮ってほしいケーキです。伊藤口さん、はい、実はですね、アリスは甘いものだけじゃないんです。パスタ、ピザ、約30種類ほど取り揃えております。30種類もあるんですか。はい、ちょうどこういったしょっぱいもの食べたいと思ってたんですよ。ぜひ召し上がってください。お食事系メニューの一番人気はオムライス。オムライス担当のスタッフがふわふわとろとろに仕上げるチーズとマヨネーズが入った極上のオムライスです。アリスを楽しんでいるお客さんにお話を聞きました。甘いものがメインだと思ってたので、しょっぱいものも美味しくてとても幸せです。ピザとかパスタとかから食べ始めました。しょっぱいものから食べて甘いもの行きました。でその次がまたしょっぱいものに戻りました。エンドレス。さらに4月限定でお食事メニューが充実。4月1日からアリスでは2ヶ月に1回 のフェアが変わるんですけど、はい、初の台湾フェアを開催しております。アリスの世界観で台湾料理がいただけるっていうのは面白いですよね。そうですね。おすすめは今インパクトがすごいこちらのひなれんまくです。もう見てるだけで体が熱くなっちゃいそうな赤色ですよ。早速いただいてもいいですか。ぜひご賞味ください。はい、おいしい。お肉の旨味だったり、お野菜の甘さ、これが溶け出してすごく美味しいです。まさかスイーツビュッフェで火鍋が食べられるなんて誰が想像できたでしょうか。さらに台湾のソウルフード、ルーローハンまでありました。この甘いタレでいただくお肉が最高。これでおいくらなんですか。大人のお客様1898円です。安い、2000円切るんですか。はい、甘いスイーツはもちろん、こういった
お食事も充実していて、さらに2000円を切るというのはとってもお得で嬉しいですよね。皆さんもぜひ春休みに来てみてはいかがでしょうか。